はい、でも、キョペイちゃんです。さあ、こういうことやっていきましょう。ということで、今回ですけども、こちらの衣装、まあ、昨日ね、ガチャで当たったシークレットなんですけども、まあ、絶対着ないわと言ったんですけど、これね、とんでもない機能がね、隠されてました。左下見てほしいんですけど、待機場専属の機能で、メカフライト、観覧飛行、フライト中は専属パックを配布できます。ということで、これね、何かなと思って、さっきね、一回ルーム作って、ちょっと待機場でやってみたんですけど、まあ、ちょっとね、やばかったんで、まあ、今回ね、こちらの機能を紹介していこうかなと思います。ということで、まあ、適当にちょっとルームを作っていきましょう。さあ、そろそろかな。はい、来ましたね。そしたら、まあ、車降りると、なんか飛行ボタンがね、こう出てくるんですよ。こう右側に。あれ、ちょっと消えちゃったな。あ、来た来た。多分広いとこじゃないと止めないから。まあ、これ飛ぶじゃん。お、飛ぶので、おお、すげえな、飛ぶじゃんって思ったら、なんかよく見るとさ、ほら、わかる？なんか落ちてるでしょ？なんかね、飛び回ると、なんかね、こう4周年マークの何かも落ちるんだよ、これ。で、拾うと、まあ、これはね、黄色は衣装なんですけど、衣装じゃなくて、俺が見てほしいのはね、青いやつなんだよね。このね、青いやつも落ちるんだよ。ちょっと待ってね。青いやつ。あ、ほらほら、今2つ落ちてるでしょ、青いやつ。あ、3つ落ちてんな。まあそこの上のやつはちょっと取りに行くのめんどくさいから。まあとりあえずこの2個だけ一回拾おうか。ちょっと待って、一旦スクショ取って。行くよ。これ拾うと、あ、ちょ、待って、間違って乗るボタン押しちゃった。ほら、見て。ダイヤとか、チップをなんかゲットしました的な。ちょ、間違って押しちゃうんだけど、これ。拾う。ほら、またね。こう出るでしょ？ちょっとメッセージが消えんのが早すぎるから、いまいちね、把握できてないんですけど、まあ、この状態で、受け取った状態で、ロビーに戻ると、なんとですよ。はい、ゲット。トレーニング場のチップとかね、ダイヤとか、ブルーチップ、オレンジチップ。これがなんとね、もらえちゃうんですよ。で、これ2回目なんだけど、多分もう1回いけんのかな？何回いけんだ？これ無限にいけんのかな？さすがに、なんか1日の上限とかありそうだけど、どうなんだろう。まあ、今回ね、ルームでやってるんで、他の人にね、取られる心配もないんですよ。まあ、別に、これ無限に出せるから、取られても、ま、別にいいんですけど、こう飛び回るでしょ？飛び回ると、こうなんかね、下に勝手に落ちてんだよね。あれ黄色か、あれは衣装だね。あ、青あった、青あった。1回で3個も。あ、またゲットできた。これやばくない？なんか。ちょ、残り時間でもう一発くらい拾えないかな、これ。青落とせ。青。青を落としてほしい。黄色はね、衣装だから、どうでもいいんで。あ、青を落としてるね。これ拾おう。間違って乗るボタン押さないように。気をつけないとね、これね。あ、拾えた。待って、もう一個ある。まだいけんのかな？え、これ無限にいける？もしかして。拾う。あ、え、待って、やばい。マジ？あ、今なんか今日の上限にみたいに出たね。でも今回これ4つぐらい拾った。やばいこれ。やばくない？これ多分今日で10回ぐらい拾ったから、多分それぐらいがね、限度だと思うんだけど、ね、毎日拾えるんでしょ？無限にね、増殖できるこれ。まあ結構当てるのは大変だけど、まあこういったね、隠された機能がありますっていう、紹介でした。ということでちょっと一斉行きたいなと思います。さあ、ということで、早速ね、ちょっとパーティータイムと行きましょうか、これ。オッケー、入れた。さっきね、さっきっていうか、日中入ろうとしたら、もう店員になりましたっつってね、なんか、すり抜けてったんだよね。一応ね、なんか店員があるらしいよ、これ。まあ、どうなのこれ、一応端っこぐらいからスタートした方がいいのかな？なんかちょっとラグくない？初めて来たから？この端末で。この端末で初めて来たかもしんないけど、すげえラグいんだけど。ラグすぎる。待って。ちょ、なんか、ラグい！ちょい、危ない。ちょっと待って。一旦これさ、あれかな？マップ読み込ませた方がいいかな？端末に。そろそろいいかな？え、てか、なんかやりやすい。魚フルペ。これ魚フって行く！ラッキー。なんか端末がちょっとマップ読み込むのを待ってたら、なんか今日触れた。ありがてえ。95式。これ多分そうだよな。多分初めて来たから、多分ラグいんだろうな。結構さ、アップデート後とかさ、通常マッチとか行こうとするとさ、ラグいじゃん。マップの読み込みみたいな感じで。
多分それと同じ現象でめっちゃランクあったわ今。あれこの辺でなんか中性がしたと思ったんだけど、あ、いた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 、あ、やばい撃っちゃった。あ、でもグレでいけるそこ。あれ来る、いや来ないな、やばい来る。俺がこっちに回ると、あそうだよね、だいたいこうさ時計回りにこう回っちゃうもんね、修正的に。あ、そうなると思ったわ完璧に決まった、あそこまで完璧に決まった、おもろいな。さあ、あと30秒でタイムアウトだね。どうしよう、これもう時間まで待つ意味あるかこれ。え、待って、できんだけど。できるじゃん。ちょっと待って、どこ行くの君。ええ、どこ行く。あ、ここ通れるんだ。ちょっと待って、なんで無視すんのなんでそんな無視した、俺のこと分かってたでしょうが。あ、これで戻れるんだね。どこ行こう、どこ行こっかな、これ。まあ、とりあえず車欲しいからここでいいよね、いなさそうだし。おわい、来た、新しいパラシュート。いや、わかんねえこれ、感覚がわかんなすぎんだけど。これつらいな、これ外そうこのパラシュート外そう、めっちゃ使いづらいわ。おお、セダン、ありがてえ。セダンはありがたい。ガソリン入れに行きたいな。ガソリンねえんだよな。ちょっとガソスタ行くか、これで。やっぱね、新車よりね、バットマンの方が。やばい、正面。あ、これ突っ込んでくる。控えたくない、危ねえ。止まった。もうちょいでしょ。ちょ。あははは。一瞬なんか空白の1秒間みたいなのあったけど、危なかった。どうしようかな、乗り換えかな。いや、いいか、別にこっちで。多分そんなに、あ、待って、また車音来たんだけど。忙しいね。ガソスター敵が寄ってくるのか。どこだ。おい、強気だね、強気だね。ちょっと、撃ちたい。あ、日本語に直ったね、そういえばこれ。あ、やばいか。危ねちょっと待って。やばいな、これ。降りたね。降りたなら俺は乗るよ。降りたら乗る。あの岩浦かな？あ、岩浦だね。あの岩浦。グレで飛ばせんな。ちょっと待ってね。あ、詰めてくる？引く！うわー、最悪！最悪、ちょっと待って。もう二人いて。一旦距離置こう。ここでね、焦ってね、詰めんのは大変危険なんで、一旦距離置いて、しっかりと敵の位置をもう一度把握し直す。痛い。あれ、どこ行った？あ、痛い。敵発見。オッケー！こういうことっすよね。なんか一瞬見失ったけど。なんかあれ、車降りた時のさ、視点がなんかおかしくなった。気のせいか。どうしよう。おっと、今撃たれてんな。あれか、あいつだね。おお、魚振ったわ今のは完全なる魚振。あいつか。あれ、ちょっと待って、俺久保今日割れてる。俺ちょっと良くなったね、前より。久保ほら、いった。ちょっと待って、まあ、敵も同じぐらい食らってるでしょこれ。車撃たれんね、これね。一旦車下げて。あー、引いてったわ。最悪、逃げられた。もうちょっと車撃っとけばよかったね、これね。あっち行くか。ちょっとあっちやばいね。正直ね、もう嵐はね、どこに行ったらいいか分かんないっすよね。まあ、とりあえず端っこの家取るか。一旦。おー、ちょっと待って。あ、びっくりした。びっくりした。そんないいタイミングで、しかもドリンクありがてー。ドリンクゼロだったからマジでありがたい。これはここでちょっと人変の待とうかちょっとね、目の前の高級とかいるかな。まあ、でもあそこ入るしかないよね。あそこが一番とりあえずいいよね。まあ、いたら別にどっか行けばいいか。いたら他、待って、奥走ってるわ。あった、
買ってあげる。あ、やれてやれて。あ、オッケーオッケー。あと2人じゃん。いないでしょ、ここ。ここ多分いないと思う。あ、オッケー、いないね。とりあえず、とりあえずここで、さすがに次のアンチ入るっしょ。まあ、入んなくても車あるから、すぐ取りに行けるしね。さあ、アンチが。入れ！マジで入れ！おいー！そっちかい！そっちかい！L 字入ってんのか。行くか。早めに取りに行きたいよね。ちょっと L 字に。いそうだな。L 字いそう。まあでも、どっちにしてもやらなきゃいけないから。行きましょう。あ、いる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 。階段か。ちょっとなんかすげえうちだ。最悪。最悪だわ。自分の車に乗ってなんかこう、移動してたわ。まあ、まあ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 、上等でしょ。おい、高揚者、ありがとうございます。はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。